Bison in verde!
Oh!
Yeah.
はい、こんばんは、どうもー。え？通常形式？ちょっと違う。通常形式3週。3週式ね。はい。はい、というわけで、第132回。8回。8回、式の細道ですね。始まっております。はい。ワンピー側、カワシムザンギ。ツーピー側が、ハクフェイロン。ハクフェイロン。この組み合わせは、なんか、フェイロンの偉い人によると、作業だと。作業。はい、もう勝って当然ということですね。無駄なことさえしなければフェイロンの勝ちは揺るがない的な。なるほど。フェイロン、はい、まあ私の弟子なんですけど、はい、私の弟子なんですけどフェイロンとしては偉い。なるほど。あ、弟子の弟子か。教えてエロい人みたいな。さあ、おっと、その作業ができるかどうかですよね。
カシムさんの残に対してはそうですね、ああいう風に飛びとかをまず飛びとかを通さない、飛びを通さない、はい、かなり難しいですね。一応フェイロン立ち、あーすかしスクリュー、さあ、カシムザンギ日本選手で続いてホウヤモの僕ですね。あ、2人目ですね、2人、3人目、さあなぜかゆっくりとキャラを選んでいる大山本さん、1キャラ目は龍、さあ猛攻して失敗しているが、さあファイヤー、これが救いになるか、画面半分まで押し戻して体力はそんなに差がついていない。山本さんはどちらかというとゲージを貯めている感じですね。さあ相打ち多めでダメージが一緒、時間が少なくなってきて真空持っているところでちょっと龍が有利か。さあ体力やくってと必死の昇竜、さあ最後は上を、そうですね、画面端が近かったんで頭の上を飛び越えてバックジャンプの予定だったんでしょうが、ダブラに当たって1ラウンド目は川島さんに、ミドルチョップ逃がさない、さあ端からは逃がしたくない。山本龍もラインを上げようとしているが、さあきっちり3発つないでますね、今のは馬のうまい。さあ土方さんが、ここで歌舞伎くんさんの1キャラ目はザンギ、ザンギザンギですね。いや、はまんないんじゃないですか、結構読み合いあるじゃないですか。あ、ため、あ、ため、あ、はいはい、あー、どっちなんでしょう。まあでも暴れた時に痛いのかな。あ、でも前ちょっと狭いんでしたっけ、ここはセロテープさんが MB の方が若干狭いらしい、ね、そうですよね。まあためとくのは別にいい、結構狭い、若干だいぶ狭いっすよね。じゃあなっても関係ないじゃん。あー、これはさあ裏から、あーっと追加される、あ、走ったが、ダイヤシが浮いちゃった。おーっと、吸ったモーションを吸ったダイヤシー、すごいダイヤシー、あー、今のはバニーでよかったのか。いやー、断末魔が響きましたね。今のはバニー重ねで、多分削り、そうっすね、正面からのバニーですね。あれでもバニーも投げられちゃいますよね。でもあのアントビバニーでいいんじゃないですかね。あー、なるほど、そういうことですね。さあ、続いてエクスパーさん、龍ですね。エクスパーさん、エクスパーさん、残儀戦どうなんですかね。いやー、残儀戦と言いますか、もうエクスパーはエクスパーなので。なるほど、これはこれはこう勢いよくこういう風にいっちゃうか、そうですね、行き着くとこまでいっちゃうか、わけのわからない暴れ方をしてくるので、噛み合っちゃうかですよね。そうですね、あのもうじゃんけん大会なるほど、自ら画面端背負っていくタイプですよね。そうですね、爆弾持って突っ込んでくるんで
とこれはこれは出してくる、出すんかい出さないんかいみたいなのがいっぱいあるんで、そうですね、それ出すんかいみたいな、なるほど、謎のアッパーだが、やりづらいのには変わりがない。うまいぞ、いまいち攻めてかけてますね、川島さん。チョップがうまい、内足もかからなくて、あ、今の波動危ないか、飛んで投げるんかい。今ちょっとあれですね、昇竜匂わせましたね。そうですね、削れたのかな今のは。グラってどうするかって迷っちゃいますよね。そうですね、ちょっと判断がこれやりづらいんですよね。だこれ多分セロさんがカワシムさん気味でホンダを置いてあるんですけど、はいはいはい、まあその前にこの変人がいやうまい、カワシムさんうまい、あぶ危ない危ない、今のは隠れそうだったか、あー高い、きっちり最後はクライスクリュー。ここでセロ様が満を持して登場、オキホンダってやつ、オキホンダですね、これはもうカワシムさん気読みのオキホンダ、オキホンダ、あーホンダを置いていく、ホンダを置いていくが、どうなんだ、はい、これは意外とホンダも簡単ではないということをセロ様自身も知っているでしょう。そうですね、だがこれはこれでむちゃくちゃにやっても強いキャラなので、そういうには乗らない、あー小パンで大頭突き削っていく、はいはい、あーっと急に張り手が飛んできて相打ち OK、 そうですね、開幕、開幕、おっと垂直、何かを誘ったのかもしれないですね。頭突きよ、ダブロリーうまい、これは頭突きかくってないな、ちょっと遠かったか、おっと2段つながっている、まずい、まずい。開幕はバックジャンプ見てから頭突き、遅らせ頭突きですね、画面端は厳しいか、ジャグ頭突き出ている、さあリバサリバサとダブラリが出ていたのか、ちょっと遠かったか、ドヤシャ届く、頭突き読んでいる、繋がらず、さあザンギは川島ザンギですね、これはすって予定が狂って、さあ続いてヒロポンさん、解明したヒロポンさん、すいませんまだ そこは別に突っ込むところじゃないかと思いますけど、浸透しきってなかった、解明したヒロポンさんですね、そうですね、すいません、いや全然問題ないです。ザンギーは誰ですか、カワシム、カワシムですね、カワシム、カワシムダルシム、カワシムダルシムのカワシムザンギー、ははめはめ、そうですね、はめれば最強ですからね、はめてますね、回しております、カワシムザンギまでデキンがあるのか、カワシム DJ に次ぐカワシムザンギデキンか、これはキャラがなくなるぞ、そして勝手にデキンにしちゃった、ミカさん、これはデキンまであるぞここで満を持して出た、ついに四季の、四季のね、今維新、維新にね期待を背負っているリュウスカイ、四季の主人公、ここでヒーロー、ドカタ、ドカタさんのリュウ、いい台足、走ってた、おっと教えを守って勝利が出る、出るんです、走ってるが台足見てる、おっと相打ちだが全然 OK、 残儀厳しいが、あーっとスコッ、おっとガードしてる、ダイヤシャ打ち誘って何もしない、ファイヤーが早い、ゼロドットだがチーク打っちゃったよ、ピーラリだったので、完全に打っちゃダメなやつです、いやーそうですね、この我慢強さっていうのも大事なんですけど、危ない、画面端近いとあれかくっちゃうんで危ないですね、そうですね、お
ここでまたしても。おっと走ってるが、よしよし。よしよし。これは、いいか出したいところ。ダイヤシガード。うーっ。ダイヤシガード。あーっと、吸ってる、うまい。ここで、いやいやいや、最後の一人が、最後の一人がいました。一周目の最後に遅れて登場した金子先生です。金子先生の1キャラ目は龍。一巡目は本田フェイロン以外は、まあ、ザンギ以外は全部龍でしたね。そうですね、龍使い多いですよ。龍をサブとする人が多いかもしれないですね。ショー足だけうまい。あいやしん、あーとシンク出なかったが危ない。いい勝ち。早打ち。発射券。おっと、これは吸われて。だがちょっとまだ遠い。おお、ガードしている。お互いしっかりガードしている。立ち台剣。立ち台剣体育うまいっすね。うわぁ、ちょっと歩きたいところに波動が置いてある。ファイヤーうまい。真空、ドット削り、ダイヤシャドウ。おっと、スカッターのところにダイヤシがガードしている。ファイヤーがうまい。中足、走ったところが見えたが、残り1ドットだぞ。ゼロドット、ダイヤシ体、ダイケイ体育。ここで、ここで続いて、止まって、ハクさんか？ハクさんですね。はい、あ、クレジットをお願いします。さあ2周目、今日は3周バージョンということでね、普段より2周になりました。あ、2周バージョンに訂正ということで、普段と同じと。さあフリガン、投げてくる。さあ絶妙な間合い、いやー素晴らしい。リュウガン、いやースパイラル、アイマックスパイラルはね、さあ波動を切られているのであまり打てない。おっと前歩き一足させていただきある。さあ怪しいフリガン、おっと飛び急いで入る。フリガンきついぞ。スパイナーアロー、ショーケン、ショーケン、ショーケン。さあ最後、あーっとつかつか歩いてきた。さあハッキャミーに入るのがほぼ山本チュンリー。これお互い、まあ、足も速いし、足払いも性能いいんですが、やはりちょっと球がある分、チュンリーかといったところ、おっと、珍しい空中投げ。キャミー側はガードさせると、そこから、まあ、フーリガン、その他のタクになるんで、さあ、今のは、天章潰しになっている感じ。スパイラルに一足。
下がり機構、下がり機構で投げて、ジャンプ中パンを落としにくい。さあスピニングガードしてキャノンから置き攻め、戦列使わせてフーリガン、ガード刻んで最後はフーリガン。カブ、カブキ君さん失礼いたします。バイソン、さあ暴力で押し付けれるかどうか。フーリガン今かなり低かったですね。そうですね、フーリガン行きますね。あれさあフーリガン連発がハンド気味すると、さっきキャノン見てから空中で叩き落とす。ダッシュアッパーです、ね、ダッシュアッパー出るのが早いので反応さえ良ければ宙に浮いてる敵はほとんど落とせますね。カバナシコーチなんてキングお互いが寄っていきますよ。そうですね、お互い近づかざるを得ないんですが、投げて投げてダヤシ、これはダイヤをもらったが、さあ削りには削り殺しには至らなかったが、いや一発目アッパーに変えましたね。届かなかったがさすがにカブくんバイソン勝利。そして、エクスパーさん、ヒップ、ヒップ、さあ、開幕、何かで止めた。あ、ヘッドが溜まっている。はい、早いっすね。そうですね、もう必殺技、移動がほぼ必殺技なので。さあ噛み合った。エクスパーの思い切りの差が光る。昇竜拳、出るんだ。振り向き中パンチ、怪しい。さあ壁端だがしのぎきれるか。お互い我慢している。さあグラウンド当たってシンク、先に打ったのはエクスパー。飛びはしゃがみ大パンチで落とす。うまい。そうですね、ちょっと見てからクレイジーもあるのでシンクちょっと使いにくい感じですね。そうですね。さあ勝利拳、めくり竜巻はオーアで拒否って、さあしゃがみ台パン、シンクガード。さあこれがあるから使いにくい。そして最後は無敵時間の差を利用して勝ったのは歌舞伎くん。さあ続いて、ジョゼフさん。いやこれはよくやってる組み合わせなのでは。スピードアウトをほじろし、ワーワーしていく。
アッパーしっかり来てます。走っていたが足元下を突き詰めていく。下来ますね。これ前なんですよね。近かったら発生前に立ちコマンで潰せるんですけど、ちょっとあそうですね、バイソンは離れられるとグラウンドいっぱい打てるんで、まあ、今度置き台足で打ちになったりするんですけど、おっとあーっとヘッド、あれがガードできるとパクるんですが、あーさすきつい。削りかけのクレイジーバイソンウィン。さあ続いてヒロポンさん、これはバイソンバイソンなのか、お、もしかして同キャラあるのかな。同キャラですね。さあバイソン同キャラなんで噛み返す、裏から噛む、噛むっていうか頭突き、頭突き、頭突きしかしてないぞ。近いして、これよくバイソンで見るやつですね。立ち台パン、待ってる。突き割合がかなり高いですね。そうですね。ヘッド頭突き、ダシャパヘッド頭突き、中盤バレーヘッド頭突き、頭突きからの食らって頭突き、だからの頭突き、当てて頭突き、お手からの頭突きで死にの、なんだこれは。ひどい絵面だ。タンパー、おっとヘッド、あと早かったがヘッド当たる、早かったが頭突きじゃなくてヘッド、頭突き仕返して、チューパーバレー、グラウンドが刺さって、頭突き、ちょっとパターンを変えてきた。ゴブです。さあ続いて相手君はドカタさんの、ここで四季の主人公、四季のドカタ、謎の竜巻が逃げて、おっと牛、あと大勝利が使って、ナッパー当たる、おっとタンパのとこにファイヤーが合わさっている、早かったか、早かった、中足にヘッド、あーニョイボー、開幕短波で画面端に行ってしまう、ヘッドはかくらない、おっとアッパー、いや今のうまいっすね、ダイゴス立ち台パンめちゃくちゃうまい、よー立ち台キファイヤー、いい感じ、投げて投げる、ヘッドは出さない、歩いたがグラウンドが早い、おっとヘッドを誘って、いやー気まずい、おー危ない、ガチャガチャという音が、ヘッド飛んでしまった、あー残りカウントをよく見て、ガードは危ない、あー早い勝利、ヘッドきっちり殺されていく、あそこの微妙な時間が X の悪魔が潜んでますね。思い切りましたね、歌舞伎さんね。いや思い切りました。すごい全身がやっぱ足速いからバイソンは。ここでカーシムさんの2キャラ目はダルシムなのか、ガイル。カーシムさんはあったのか、ガーシム、どうなんだ、サマーで強気下段ガードしている、
そばと相打ち、いい勝負だっと、何かを出したか、あーっと誤って1ラウンド取られる。開幕惜しい、おっと投げている、おっと、あれ意外と返しづらいですよね。おーっと来てる、ここでうわー、謎サマーが出て、サマーがヘッドで切られて、なーい高かったので投げ返される。中足、中足、いやー小足中足気まずい間合い、おっとバックジャンプ条件、前そばが意外と機能していて、お飛んでる、おっと出させた、これは美味しいぞ、逃げそば、あーダブル出して死んでしまうのか、ヘッド、ここでお手本金子先生ピオール3段裏剣、フォアフォーが悪を切って裏剣、かっこいい、ここでガイルの先生がソニック裏剣の使い方が非常にうまくて、そばっとダイヤシ、コパンで止めて、これはアントビ連携、パチコパン、あれなんか金子さんのあれだと次のコパンを連携ジャンプするとアントビになるそうです。高かった、これでクレイジーもないので、この気まずさの中でタッチシューパン、最後上から頭こづかれましたね。ここで四季の山本チュンリー、開幕は弦が打ちて、あんまり弦減らないですね、めくりが分かるのか、おっと美味しい中足、意外とイーブンですね、これはあるのか、中足が長い、おっと中が1位、小足ソニック黙っている、アメが非常にうまい、いやーこれですトルネーディー、曲げ減る、踏みつけ投げ、ガードでもよかったか、これで画面端になってしまう、非常に痛い、コパン中足ソニック、コパン中足、歩いたところにソニック、おっと気候圏当たって美味しいのか、画面を押していきたいところ、ソニックが速くて、いやリフト、リフトじゃない、トルネーディー相打ちが非常にうまい、いやこうなってしまう、おっとジャンプシューパーで裏切って、これはどうなんだ、 TBS 減りすぎ、減りすぎ、
はい、決勝です。カシムザンギ対カルキ君バイソンですね。カルキ君さんのバイソン、さあ3先で開幕走ってみたがダイヤ勝利だった。ダイヤ氏先ほど当たってるな。カシムさん勝ってますね。確かさあヘッドで割って、そうですね、ザンギザンギで当たってますね。だからバイソンザンギは初めて。どうなんですかこれ、よくね、ザンギ売り的な話は言いますけど、これなんか本当に異種格闘技戦っぽい感じで、アウトレンジで戦えばバイソン、近づけばザンギみたいなところがありますね。言うほどザンギもね、楽じゃないですよね。そうですね、やっぱりオアのタイミングずらすのが上手かったりすると、はい、なんか近づけないまま終わることも結構あります。早すぎですからね、ここは。ただ、ただバイソン側もその離れてるザンギにやっぱり近づかないとダメージが与えられないので、いつもほど気持ちよくオワオワできないと。そうです、結構丁寧に立ち回らないといけない。ああいう話、あっとこじ落ちていく後ろから、ああいう動きも見せておかないとザンギが。さあ相打ちでザンギ勝利、勝っているのはザンギフ。さあ1試合目のファイナルラウンド、ラウンド目1試合目の高めからスクリュー、スクリュー空振りからスクリュー、これ嫌ですね。さあヘッド出していく、割っていく。さあ体力追いつくぞ。あれ酔っている。4ヒットからの下段。さあ1試合目取ったのは歌舞伎くん。なるほど、1試合目歌舞伎くんさんが取ってますが、意外とバイソンもあれなんですね、体力一気に取れる行動があるんですね。ザンギの方がなんか体力奪いに行くには有利な感じがしてたんですけど、そうですね、そうでもないんですね。一応飛び込みが通ってしまうと、ね、ザンギ側は一応、まあ、我慢が正解になるんでしょうが、そうですね、ガード、ただガードするだけでもかなり画面を押されてですね、ザンギ側も押していかないとダメージが取れないので、こうなっちゃうとダメですよね。やっぱそうですね、画面端で足元狙われて、そうですね、あれで距離調整からのオアを食らっていると、さあヘッド、しかしザンギには機動力がない。さあ歌舞伎さん、歌舞伎くんの連携がいい、だいぶやってる感じですよね。そうですね、地元にいるあのあれですね、あの宝太郎さん、加瀬さんですよね。そうですね、加瀬スペロファンさん、スペロファンさんとやってるので、やってっから、そっかそっか、8回ですよ。ダブラリー反応して出していく、なんかいい試合ですよね。すごい、そうですね、この2試合目もファイナルセットまで来ている。ターンパンチをうまく利用すると、はい、こう必殺技から必殺技へね、ため技からため技ですとちょっとつなぎにくいんですが、出し系、そうですね、2回出してできるので、まあ、ゲージも早く溜まるし、意外とクレイジー溜めるのも重要。おっと歌舞伎くん2連勝、そうですね、ダッシャッパー、歌舞伎くんが2連勝。さあ3試合目どうなる。さあ、カーシンも必ずラウンドは取っているの で、ね、はい、さあピオリが早い、うわっと4ヒット、そうですね、あのコンボは痛い、大中中必殺技ですからね。さ さあ削り圏内、そしてクレイジーもあるので、クレイジー持った状態であそこまで追い詰めると、仮に1回転ばされてもザンギフのアントビが機能しなくなるんですね。そうですね、1回は逃げれるってことですね。逃げれるというかスパコン削りで終わるので、そうかそうか、はい、気負っている。さあこのまま決まってしまうのか、ダイヤ氏削り出さない。さあじっくり、これですね、あのじっくり削ってもうアントビされても大丈夫なところまで持ってきて、最後はアイチオッケーみたいな、はい、
ったのは歌舞伎くん、おめでとうございます。優勝歌舞伎さん、あれ歌舞伎くんさん初優勝、いや以前も、はい、さすが強いですね。ちょっと一言お願いいたします。お願いします。はい、あの告知などもされても全然なんかあれば、はい、あ、おめでとうございます。ありがとうございます。告知があのツイッター上に上げてるんで、はい、今集客があんまり集まってなくてやばくて、お近くの人よく来てください。来週の日曜日、来週の土曜日、土曜日ですね、土曜日、次の土曜日、多めの方はずっと募集中になってるんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと控えめな感じの告知でしたが、そうですね、はい、あれあのあれどこが来ましたっけ今。今のはですね、東大和市のピア、いや東大和市でですね、はい、プロゲーマーの方にお話を聞くというイベントがあります。座談会というかちょっとトークショーというかちょっと対戦なんかもできる感じなんですね。そうですね、なんか言ってましたね。はい、そうですね、プロゲーマーを目指してる人とかにちょっとお話を聞いてみようみたいな感じで、はいはい、まあだからちょっとターゲットとしては我々からは外れるんですが、え？今からプロゲーマー目指してるちょっといい大人もなかなかいないので、そうですね。お話聞けるプロの方々も多分我々よりも年下の、なるほどなるほど、はい、方々なのでちょっとあれなんですけど、ただ例えばですけど、6歳でお子さんのいる方とか、一緒に行ったりすると楽しめる。あ、でもイベントとしてはすごく楽しそうですね。自分も行くので、あ、なるほどですね。はい。興味のある方はですね、火曜日でしたっけ、22日土曜日、土曜日、土曜日、ああ失礼いたしました。来週の土曜日、またそのあれですね、はい、まあ興味のある方は今日優勝された歌舞伎くんのツイッターから告知を見ていただけると詳細が分かりますので、10月の26日、ね、はい、はい、行ったら遊びに行ってください。それと、はい、あと明後日はジャイアンリサイタルフライン、フライン中野レッドブル、そうですね、はい、事前エントリーはもう終わってしまったんですが、はい、当日でも普通に遊びに行けるので、はい、よかったら遊びに来てください。そこも私も遊びに行っております。なるほど、はい、エントリーされてない方はね、入場参加無料、まあ、大会以内でのじ合いのみ、のじ合い観戦のみであれば無料ですので、本当に、できますので、そうですね、ふらっと来て、はい、もし様子を見るだけでも、方はね、そうですね、という形ですよね。はい、こんな感じですかね。あとは、ホックスの日付が決まってましたね。決まりましたね、ついに。ホックス。12月29日。結局、ルールは、現状維持ということですかね。はい、はい、エントリーは9、8キャラの中から2キャラ。X からの、あ、ごめんなさい、スーパーカーの4、新キャラ4キャラの中から1キャラ、四天王から1キャラで4キャラ1チーム、そんな感じって感じですよね、はい、よかった今結構チーム組むのに難儀するやつですね。そうなんですよね、意外と四天王がいなかったり、そうですね、人数調整で意外な人が意外なキャラなんか使ったりすることもある。改正案にあったんですが、やめますみたいな、をやめますになったんで、はい、今年はまだ据え置き設定でございます、はい、結局あれですね、ニューカマー DJ、キャミー、ホーク、フェイロンの取り合いみたいなところがあって、そうですね、これ、はい、それとかそうですよね、そのキャラでこう1チームに2キャラ入れたりすると、はいはい、ますます他のチームが組めなくなったりするんで、やめましたってことですね。そうですね、じゃあみんなスーパーからの4キャラやりましょうってことですよね。そうですね、そうなのかな、わかんないですけど、そうです、ね、現状よりも何かもう少し現状よりもいいルールがあれば採用されるのかもしれないですけど、今のところまあそういった現状の方がいいんじゃないかということで、この大会かなり最近できたルールで、まあかなりっていうかここ 3,4 年でできた大会ですよね。そうですね、まだそれしかやってないっけ。そうですよね、もうちょいやってたの、まあまあまあ新しめの大会ではありますね。そうですね、5年ぐらいかな、ちょっと私もはっきり覚えてないんですけど、なんかそれに合わせてまたなんかここで全然野菜と書いてあったような気がするんですが、 ありましたね、まあまあまあ結構無理くりつなげてる感はなくはないですが、そうですね、はい、ってことは日曜日にやるから金曜日のデートなしきは全然野菜という一応、なるほど、つながってるよみたいな、なるほどですね、はい、ファミリーにしていただけたありがたい、ありがたいような
ようなはいニョロニョロはいそんな感じでこれですかね。そうですね、はい、というわけでまあ今週末来週末とイベントありますので、はい、興味ある方はぜひ遊びに来てください。はい、ぜひぜひ、皆さんね、急に気温も下がって寒くなってきたんで、そうなんですよ、これから気をつけてって感じですよね。いいこと言いますね。はい、いやいやいや、はい、ベトナーも若干過ごしやすい感じになってきました。そうですね、だいぶシーズンインですね。はい、はい、スト5もありますよ。スト5もあります。バスターもあります。皆さん来ていただければと思います。こんな感じでした。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。失礼します。
Sorry.
Thank you.